本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。ランタイムは複合カフェ、自由空間などの経営やフランチャイズに関わる事業、不動産物件の管理などをしている会社です。急騰した理由は無人化システムの導入により青木グループとの連携を強化と発表したからです。2日連続のストップ高となりました。同じ業界の連携ということで相乗効果が期待されているみたいですね。夢見つけ隊は通信販売事業、不動産事業、介護事業などをしている会社です。急騰した理由は21年3月期の営業利益が 5.2 倍になり、純損益は黒字になったからです。通信販売の好調に加え、販売用不動産の売却により利益が増加したようです。カイノスは医薬品、体外診断用医薬品、化学薬品等の開発、製造販売及び輸出入などをしている会社です。急騰した理由は3種類の新型コロナウイルス感染症の検査試薬を同時に発売すると化学工業日報で報じられたからです。ワクチン接種は始まりましたが、収束はまだ先だと思いますので、検査試薬の需要も引き続くという思惑で買われているようです。アルメディオは断熱材、産業機器やオーディオ系製品に搭載される光ドライブ、光ディスク、PC や AV 関連機器等の基準及び調整用テストメディア、ナノ製品などの開発、製造、販売をしている会社です。急騰した理由は、自動運転用レーダー派制御用コンパウンド開発をしたと発表したからです。自動車業界の好調もあり、注目されているみたいですね。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。